はい。皆さん、こんにちは。もう間もなく、トゥーントラック社のイージードラマー3が発売になりますね。昨夜は、公式のウォークスルー動画の発表会ということがありまして、夜中の3時でしたけれども、僕も頑張ってみました。頑張ってみたんですけれども、プレゼンターの人がとっても早口でですね、そこに僕は英語が超がつくほど苦手ということでですね、 なかなか理解がしにくかったです。そして僕は今字幕とかそういうことをとっても研究しているのでですね、動画をダウンロードしまして、それを音声認識させて、そして字幕を作ってみたんですね。1時間半ぐらいの動画でしたけれども、ものの5分もしないうちにうまくできたんです。でもですね、その人の英語の口調があまりにも早口すぎて、 尺がものすごく短いんですね。それを日本語にしたらですね、その倍ぐらいの日本語になったりする場面があって、次の声と重なってしまうんですよね。これはなかなか簡単に編集することもできないし、もちろん許可を取らないと公式さんの動画ですので発表することもできないと。まあ、身内だけで見るためにやろうと思ったんですけれども、現実は難しいでした。 ということで、その Easy ーードラマ3の、あ、これはすごいなと思った点、それを今日は簡単にですがお話ししたいと思います。Easy ーードラマ3のドラムのキットというのは基本的に3つありまして、今画面に出ていますようにメインルームというのがありまして、そしてこれがブライトルームと言います。ハイタムなんかもあってとってもかっこいいですね。そしてこれが タイトルームというのでですね、スネアとかバスドラがものすごくタイトでかっこいい音がしました。そしてやはり目玉としましては他の Easy シリーズですね、Easy Keys とそして Easy b a s ですね、ここらとシームレスにフレーズのやり取りができまして、そしてそれだけじゃなくて他の MIDI ファイルやオーディオファイル、 Just drag in audio or a MIDI file, and Easy Drummer 3 will create a fully customizable matching drum groove. Easy Drummer 3 will then analyze your file to estimate the tempo, or you can type in a custom tempo and select the time signature. You'll then be provided with a selection of matching grooves to choose from. To browse other grooves that Easy Drummer 3 has matched to your track, move down to the Genre and Matching Grooves columns. Selected grooves are automatically added to the timeline and synced with your track. もう少しキックを大きめに効いてみようとか、スネアをもうちょっと上げてみようとかね、そういうことが簡単にできるんですよ。それはこのスタイルでいいかというテストのためにまず効くんであって、もちろん最後は細かなベロシティを変えたりとかいうのができるようになっています。日本の販売店さんでも写真とかはいっぱい出ているので、今画面にあるようなドラムキットは見てると思うんですが、 ある情報でミキサーの周りがイージードラマ2の時と一緒でミキサーのチャンネルが少なくてですねタムなんかが1個になってしまってるというような噂を聞いたんですねで僕もいろんなところで写真とかを見てみたんですが確かにタムが独立していないんですねこれはちょっと困ったな中級者以上の方には おすすめができないなっていうような気持ちもちょっとあったんですけれども今回の動画を見せてもらったらですねもうできないどころかマイキングはいろいろ変えれるしスネアも上からと下からと取ったりですねそういうこともできるしそしてミキサーも自分の好みのようにどのトラックを作ろうかとかいうことが 自由にできるということなんです。このミキサーを見てください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。13になっていまして、まあ、たまたまこの画面はタムとかがないんですよね。12、13しか、まあ、できないのかなとか。で、僕が見た写真というのはタムが1個になっていましてですね。これはなかなかとか思ったんですが、 ちょっとよく見てたら、ここにキックのマイクがですね、イン、アウト、キック、サブとか言って、そういう風にあるわけですよね。これはと思いながら聞いていましたら、それが出てきたんですよ。こんな風にすごいチャンネルがありまして、もちろんここにタムが全部で5つあるわけですよね。フルアタムも1、2とかあるんですけれども、これもちゃんとセパレートになってるわけなんですね。 そして右の方にはアビエンスとかオーバーヘッドですね。ここにオーバーヘッドもありますね。こんな感じでいろいろミキサーを変えれるんです。で、その変えるのはですね、この右端に今スタジオベーシックとかいう風になったりしてるんですけれども、ここのところをプレデンターの方は選択してみました。そしたらここでプルダウンのリストが 約20ぐらいありましたでしょうかね。そのぐらいあって、こういろんなパターンのミキサーが出せるという風になってまして、タムのパンや各ドラムのボリュームが変えれないという、ちょっとどうなのかなと不安になってたところがですね、一気に解消できまして、これで堂々と皆さんにですね、買ってみてもいいんじゃないかなという風におすすめができるような、 そんな感じで昨日の YouTube を聞いてみました。そしてもちろんまだまだいろんなことがあるんですけれども、ちょっと置いておくとしまして、まあ緊急というか今日は今4月30日なんですよね。4月3日が発売なんで、4月2日まで、この4月2日までに、まあ日本語のサイトで購入する方もよし、本国で購入する方もいいんですけれども、何せ 本国のトゥーントラック社のサイトに必ず ID のない人は ID を作ってですね、製品登録をしないといけないんですね。いろんな特典がもらえないとか、そういうことになってるんで、で、人も買おうかな、もう少し待ってみようかな、出てからでいいかなと思ってた人はですね、今の買い方で一番お得な買い方は、Easy DRAMA ーー2を買います。そして、 アップデートをするということをすると一番安くですね今在庫処分とかで安く出てるところもありますしそして何が一番いいかというと Easy ーードラマー2の拡張のドラムキットをそのまま3用に変換できるんですよねそれがとってもいいと思うんですねですから今3を予約で買えば若干安いんですけれどもそれ以上に Easy ーードラマー2を 大庫のあるところを探して購入し、購入したらすぐにアクティベーションコードを持って本国のサイトに登録する。これを皆さんね、もうあと2日だけのことですんで、緊急でというか僕は別にトゥーントラック社から何かをもらっているわけでもないですけれども、同じ買うなら安く買った方がいいと思ったので、皆さんに緊急レポートをさせていただきました。村長でした。